ランキングトップに立つホンダの若武者レイブリック HSV010 伊沢拓也。彼がスーパー GT にレギュラー参戦したのは今から4年前の2008年。デビュー戦から抜群の速さを誇ったが、勢いが裏目に出てしまうレースが目立った。フロントから大半チームに支えられ、幾多の苦難を乗り越えながら成長を遂げた伊沢は翌年2回の優勝を果たす。そして大きな実績を引っ提げ、2010年チーム国光に移籍。伊沢はチームのエースに抜擢された。エースドライバーの仕事はレースに勝つのはもちろんのこと、タイヤ選択やマシンセッティング、チームの雰囲気作りまで多岐にわたる。伊沢はその全てをこなさなければならない。しかし移籍して2年、未だ未勝利。暗く深い海の底でもがき続ける日々、苦悩と葛藤の時が過ぎた。ARTA 時代の恩師土屋圭一はこう語っていた。もっと引き出しを磨いた方がいいよね、あいつはね。正直すぎる。あの正直がやっぱりあだになってるよね、今まで勝てない。なぜ勝てないのか、己に自問自答するも、その答えは見つからない。そんな中、一つの光明が差し込む。なかなか去年、一昨年が結果につながらなかったんですけど、まあでも本当に弱戦が一つのきっかけとなって、まあ本当に今年に向けていい流れがあのレースで作れたんじゃないかなと思ってます。伊沢が復活への手応えをつかんだのが昨年の特別戦、富士スプリントカップ。この戦いで伊沢は見違えるような走りを見せる。いきなり激しくガチンコ、今の当たった。スタートダッシュを決め、トップを奪った伊沢。ここからチャンピオン柳田正孝と激しい攻防を繰り広げる。多くの勝利を挙げた王者と勝ちに飢えた男との一騎打ち。46号車が6号車、今ここで抜くか。戦いを制したのは伊沢だった。ホンダ HSV が富士スピードウェイで初優勝、待望の勝利を手に入れた。手応え自体は本当に冬のテストからずっとあって、まあ、今年に入ってさらに車のフィーリングと僕たちのドライビングが合ってきたなっていうところはあるんですけど、まあ、まずそれを結果に出せたのが開幕戦だったと思いました。今シーズンの開幕戦岡山、伊沢は序盤から攻めの走りで次々と順位を上げていく。戦で勝利し手応えをつかんだ伊沢の走りは自信に満ち溢れていた。ナイスです、ナイス、グッド。バイクナイトですか、はいはい、バイクナイトをやっぱりデュバルがスパッと。あー、伊沢行った、伊沢行った、穴が入ってるぞ、伊沢だ、伊沢だ、すごい。今まで出し切れなかった闘争心が開花し、ライバルたちを凌駕していく。この攻撃的な走りこそ伊沢の持ち味だが、この後予想外のドラマが待ち受けていた。